星のカービィシリーズ星のカービィ参上。ドロッチェ弾、星のカービィ参上。ドロッチェ弾は、ニンテンドーから2006年11月2日に発売されたニンテンドー DS 用アクションゲーム。星のカービィシリーズのゲームの第9作目にあたる。星のカービィシリーズのニンテンドー DS 向けタイトル第2弾。開発は、ハル研究所とフラグシップが担当。新システム、コピーパレットの導入により、任意のタイミングでアイテムやコピー能力の使用ができるようになり、遊びの幅が広がった。メインゲームは協力プレイシステムが廃止され一人用、ミニゲームはワイヤレス通信を用いて最大4人同時にプレイすることができる。また、星のカービィスーパーデラックス以来、久々にカービィの体力がゲージ制に変更された。呆れ返るほど平和なプププランドの昼下がり。カービィが食べようとしていたおやつのショートケーキが何者かに奪われてしまう。犯人は食いしん坊のデデデだようだと考えたカービィはデデデ城へと向かう。しかし犯人はデデデだようではなかった。そこにドロッチェ団と名乗るネズミの盗賊が宝物を抱えてカービィの行く手を遮ろうとする。デデデもドロッチェ団の被害を受けたようだ。そうしているうちにカービィは世界のへそという地下世界へ迷い込み、冒険が始まる。大いなる力を持つというお宝を求めて、宇宙を渡り歩く、ネズミの盗賊団。大きな宝箱のあるステップに入る、もしくは大きな宝箱を入手することで、スピン、毒、ストロンのいずれかが登場し、カービィの宝箱を奪おうと襲ってくる。中輪を倒すと確率で、気絶中のメンバーに攻撃を加えるとその度に、制限回数まで毒を完全に倒すとたくさん食べ物を落とす。カービィはドロッチェ団員から中輪の投げ爆以外のダメージを受けると宝箱を落としてしまい、宝箱を奪われるとアジトに入ってしまうので、すぐさま追いかけて取り返さなくてはならない。アジトに入る前であれば攻撃を加えたり頑張り吸い込みで落とさせて取り返すことができる。なお、アジトは大きな宝箱を持ち去った敵が中に入った。あとおよそ10秒した上、ステップ上からすべてのドロッチェ団が消滅すると聞いたが、罰飲料に打ち付けられ、入れなくなる。足場のない場所へ宝箱を落としてしまった場合、中輪たちはすべてエリア上から消える。この際や、大きな宝箱を中輪がアジトに運び込んだ時、残されたメンバーによって取る行動がそれぞれ違う。スピンはアジトの入り口前でそのまま停止し続け、ストロンはアジトの中に撤退し、毒はどこかへ飛び去っていく。アジト内での戦いは通常複数の中輪を相手に行われるが、メンバーがアジトに入っていた場合は参戦し、メンバー1体のみの場合もある。ドロッチェ団より先にアジトに入ると食べ物やコピー能力が入ったシャボンが2つ浮かんでいるか、1アップが1つ置いてあることも戦う場合もある。メンバーたちはカービィの攻撃を受けて体力が一定値以下になるとその場で気絶する習性がある。気絶からアジト内で目を覚ました後は体が赤くなる。この状態になるとカービィの攻撃に全くひるまなくなるほか移動スピードが格段に上昇する。メンバーは登場するステージによって体力や移動速度といったステータスが若干変わる。基本的に序盤に登場するメンバーたちは体力が若干低めの傾向がある。体力のゲージ性に伴い雑魚敵にも体力の概念が存在し、攻撃によって何発で倒せるか違いが出てくる。なお、大きいサイズの雑魚キャラクターは前作から引き継がれたものだが、以下の点が異なる。本作初登場のキャラクター過去の作品に登場したキャラクター詳細は以下のキャラクターの詳細は星のカービィシリーズの登場キャラクター一覧、中ボスを参照。いろいろなものを投げつけるほか穴から空高く飛びカービィを押しつぶそうとする。地面に誘導すれば少しであるがダメージを与えることができる。本作で登場するシステム。シャボンに包まれたアイテムやコピー能力、宝箱に触れる、もしくは吸い込むことにより、DS の下画面に最大5つまでストックすることができる。ストックされたアイテムとコピー能力をアタッチすることにより、その場で即時に使用することができる。コピーパレットは特定の宝箱アイテムを入手することにより、デザインの変更が可能。また、コレクションルームでカービィの色を変えることで、パレットの色も変化する。ストックされたシャボンは、画面上部へスライドさせることでカービィが頬張り、状態になり、任意で吐き出すことも可能。また、一部のアイテムは、タッチペンで2つのアイテムをスライドして重ねることにより、ミックスすることができ、回復アイテム同士ならば、より回復力の大きいアイテム、コピー能力同士ならば、別の能力に、星型弾ならば、より強力な星型弾になる。ただし、異なるカテゴリー同士のアイテムは、ミックスできない。また、マキシムトマトのシャボン同士を混ぜると、タッチすることにより毎回異なるアイテムに変化する。と描かれたシャボンになる。小さいカービィのシャボンは、合計6つミックスすることにより1アップに変化する。なお、シャボンは、ステージ内に配置されているもの以外にも口述する、コピー能力、バブルで敵をシャボンにすることで入手できる。星型弾をストック、またミックスできる、星型シャボンは、バブルを使う、または一度でに入れた宝箱でしか入手できない。宝箱は、タッチしてもゲーム中で使用することはできないが、所持した状態でステージをクリアすると中身を入手することが可能。おなじみのカービィの特殊能力。敵を吸い込んでコピーするほか、ステージ内に配置されている能力シャボンを使用することでも入手可能。今作のコピー能力は宝箱から巻物というアイテムを入手することにより、それに対応したコピー能力に追加効果を与えることができる。各コピー能力ごとに効果は異なるが、主に技の追加、または通常攻撃の強化のどちらかに大別される。なお、今作には、クラッシュやマイクといった使い切り、コピー能力は登場しない。また、前作に登場したスマブラ、ミサイル、コック、ミニマムは削除されている。前作同様、一部のコピー能力には、属性の概念が存在し、各属性ごとに対応した特定の仕掛けを作動させることが可能。ゲーム中宝箱を回収すると入手できるアイテム。手に入れたアイテムはコレクションルームで見ることができる。宝箱は全部で120個存在する。サブゲームは全部で4種類。勝ち抜きボスバトル以外はワイヤレス通信とダウンロードプレイ対応。今回は星のカービィスーパーデラックスの白き翼ダイナブレード同様エリアマップを採用している。ステージをクリアするとそのステージ番号の色が銀から金に変わり、そのステージの宝箱をすべて入手すれば番号に星マークがつく。さらにそのエリアの全部の宝箱を入手した時点でレベルエントランスの番号に星マークがつくようになる。EX ステージへ行くためにはそのレベルの鍵が入った宝箱を回収しなければならない。本シリーズの伝統としてすべてのステージ名の頭文字が韻を踏んでいる。メインゲームで、すべての宝箱を集めることで、宝箱コンプリートまでの時間を競う、エクストラモードが選択可能になる。データは最後までプレイした時のみランキングとしてセーブされる。なお、時間が計測されるのはステージにいる時のみで、ゴールゲームやステージレーベルセレクトにいる間の時間は含まれない。ありがとうございます。